曲に向かっていく MC がようできてる流れがあるとかですね、やっぱり自分の空気を持っている、自分の空気をこうもうねことこと煮込んでるんですよ、まあ、重要なのはあとはまあやと思うんですけども、まあ、こういうのも含めてですね、大御所の人たちのライブとか、ショーをですね見てもらったらちょっと勉強になるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、大御所のライブを見よう。